いいね。わあ懐かしい。1年ぶりぐらい、めっちゃいい。やばい、めちゃくちゃいい。さひなです。待って、ケイト、あれ雪じゃない？え、あれ雪ではない？あれゴミ袋です。あれゴミ袋か、びっくりした、雪かと思った。いやでも一昨日雪降ってたらしいよ。羊蹄山とさ、アンネプリの山にはもう雪が降ってて、うん、うん、そろそろだなって感じして。見てごらん、あんた雪じゃないから。雪じゃないわあれ、間違った。ビニールみたいな、ね、めちゃくちゃ、あ、空気が美味しい。ここもいいなぁ。これいいっしょ、かわいい。おいくら？それがさ、2900円だったんだ。うん、私が買った次の日にさ、 LINE のなんか値下げお知らせみたいの来てさ、うん、500円引きぐらいになってたの。でも2900円でしょ、で安いっしょ、うん、買ったほんと10時間後ぐらいだよ。あ、商品値下げのお知らせみたい。悔しい。でこちらにしました。初めてだね、このサイトは。え、うん、冬にこっちでしょ。初めてだわ。こんな広いんだ、ここのサイト。直火、直火、直火、うほほい、うほほい、うほほい。でもこんな綺麗なことある？美しい。めちゃダンスとかできそうじゃない？やって。知ってるよ、バリでしょ、裸になるやつでしょ。そうそうそう。うまい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 。うまい。見て、いやでもとにかくすごい、早く立てよう。帰ってきました。今週からアルル。疲れたかアルル。休んだしょ、だいぶ。そういえばケイトのさ、サウナハットがさ、アルルの中に入ってるかもしれないんだよ。うん、一つ行方不明なんです。なんでテントの中にサウナハットが入ってるか知りません。干してたかもしれないんだよね。なんかいろいろ頑張ってんね。え、めっちゃいいこと思いついたんだけど。え、今日鍋じゃん。うん、ここでさ、直火してさ、ここでボーボーにやって。めちゃくちゃいいじゃん、最高じゃん。最高じゃない？うん、鍋ちっちゃいか。ちょっとちっちゃいかも。大きいやつ持ってくればよかったけど。でも直火にする。直火 OK？ それ大丈夫？これ大丈夫か。土鍋なんて OK でしょ。そうだよね。どうする、もう真っ黒になったら。なるしょ。まあやってみるか。ちょっとやりたいよね、なんか。うん、直火鍋、うん、とそるよね。いいね。今日なんかもう寒いじゃん、めっちゃ。今さ、手袋持ってこないの失敗したぐらい、うん、手冷えてんだけど、うん、鍋最高じゃない？いや最高。今日は焼きあごだし。あごだし。これさ、締め鍋っていうシリーズでさ、うん、何回か食べたことあるよね。うんうん、締めのことまで結構書いてくれてんだよね、ちゃんとね。はいはいはい、で読んだらさ、まだ言わないんだけどさ、うん、めちゃくちゃいい締めのアイデアみたいな書いてあってさ、うん、まだ言わないんだけど。いや教えて。今日はそれで食べます。めっちゃ腹減ってきた。顎出てますね。じゃん。今季初めてのお座敷スタイル、うん、だからちょっと新しく買ったんだよね、このキルティングの大判レジャーシートみたいな。
めちゃくちゃいい。くない？そう。なんかこれ別にキャンプ用品っていうか、普通に子供たちがなんか公園ピクニック、うん、でゴロゴロしてる写真とかもあったんだけどさ、なんか行ってみた。めちゃくちゃ良さそうだったから、いい、ね、しかも楽天のセールで半額だった。持ち運び楽そうじゃん。そうそうそう。サイズそんな大きいのかこれ。大きいと思うよ。2m×めっちゃでかいじゃん。でかいね。へえ、下に敷く？うん、こう、うん、入り口ちょっと開けた方がいいよね。ちょっとちっちゃいね。結構ちっちゃい。ちっちゃかった。ちっちゃいじゃん。ちゃんとアルルのセンチとか見てから買ったんだけど。いいじゃん。もういい感じだね。で、あのあそこにさ、うん、寝室にしてさ。うん、あのマットレス引けばいいじゃん。あ、そうだね、そうしよう。あ、いいじゃんいいじゃん、こんな感じ。アルルの中でさ、ストーブを使うのが初めてだから、どんな感じで温まるのかがちょっとわからない、うんうん、未知、うん、上がるね、こんな綺麗なところに、うん、こう、いいんじゃない。思ってたよりも寒くなってきたから中入ります。うわ、え、めっちゃあったかいじゃん。やばい、え、すげえ。結構硬くない？あ、銀マット忘れた。悔しいね。忘れてた。銀マットかさばるんだよね。それ気持ちいいんだよね。島だよ。じゃあサクサク切っていきますよ。はい、もうお腹空いて死にそうだ。あんたまだ5時だよ、ケン。うん、30円引き、ケンがゲットしました。私が普通の取りかけたら、ケンが隣のやつ3000円引きって怒ってた。そりゃそうでしょ、そりゃ30円引き。そうでしょ、の毛がカチカチなの。マジ？すごっ、凍っちゃうね。これから冬になるからなお凍る。ソフトクーラーとかでもいいかもね。うん、冬は確かに持ち運びしやすいし、うん、なんか人参おすすめな食材として裏に書いてあったから、なんか彩りが良くなるよね。うん、けどこれあのやりたいの見つけたんだけどさ、うん、次さ、あごだしロールキャベツやりたくない？え、めっちゃやりたい。私ロールキャベツ大好きなんだよね。俺も大好き。きのこ大好きだから、うちはいつも2種。秘密兵器。鍋に三つ葉って変だね。これは後半で使います。まだ言いません。気になる。ちょっと今事件が起きまして、めちゃくちゃ落ち込んでる。やばい、これめっちゃ結構最大の事件かもしれない。どうする？鍋の立役者と言っても過言ではない。やっぱ名脇役。うん、豆腐忘れました。あいつがないのとあるのとでは全然違うからね。はあ、終わった。
もうあいつなしでやるしかないよ今日は。はい、うん、諦めよう。で、うん、で今日は皆さんご存知みつかんさん、うん、みつかんだよ、みつかん、あのみつかんさんからこの鍋の素をご提供いただきまして、これを使って冬キャンをちょっと盛り上げてほしいっていうことで、めっちゃもう、はい、ぜひ。え、鍋を毎週食べてますから。そうそうそう、鍋の素を使って冬キャン盛り上げてください。いや、そんなの、うん、毎週やってますみたいな感じで、うん、ありがたくいただきまして、みつかんさんの鍋の素を使って今日は冬キャンプを楽しみます。いろいろいただいたんだけど、その中でもなんとなくこのあごだし好きだから、うん、それにしたんだよね。そうそうそう、うん、好きなの選んでいいって言ってもらって、自分たちが好きなのを選んだんだよね、うん、これ濃縮タイプでしょ。水で薄めるタイプの方がまあキャンプには持ち運びやすいから。何回分入ってるのそれ。 4袋で1人前で1つなのさ。だから今日2人だから2つ使うんだけど、うんうんうん、それもいいじゃん。いいね。3人家族だったら3個とかさ、うん、調整できるから。だからこっちで。素晴らしい。やってみます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうみつかんとかさ、私酢とかさ、手巻き寿司をね、日曜の夜に毎回やってる、うん、それでもね、その酢もみつかんさんだし、なんか改めて自分が使ってるものをよく見てみたら、めっちゃみつかんのものがあったっていう、うんうん、みつかんだっけ。ちょっと違うんじゃない。みつかん、ああ、いや、あれ難しいな。普通の人には出せない音。ああのみつかん、いや、あ、違うよね。こちらです。あごだし鍋つゆ、締め鍋シリーズってやつね。うんうん、こんな感じ。かわいいね、パッケージ。2つ入れますか。うん、好みの具材どんどん入れていきます。ケンの好きなつみれ、これがないとね、ちょっと僕はテンション上がらないです。つみれ、うわー、いいね、おいしそう。ちょ、いい匂いじゃない。北海道産トロと豚、全部買ってます。もう一回同じだね。いやー、道産のお肉この値段は出た、安っ。値段の話、安っ。そういえば太刀も忘れたね。あー、太刀ね、太刀忘れたね。入れたかったね。もうあったもんね。あった。いや、次だな、次反省生かしてるな、また。うわー、待って、めっちゃ美味しそう。うわー、やば、お腹やばい。顔がやばい、顔やばいぞ。大丈夫。スープ2人前入れました、はい、で、水400ね。はい、どうでしょう。うーわ、梅干しみたいな顔をしてる。ちょ、極めつけっていい、極めつけやっていい。まだあんの、何それ。何何何、これこの間、うん、長野で買った。長野だよね。長野だね、うん。めっちゃ綺麗じゃない？金色。かわいい。なんか合ってない？この鍋に、めっちゃこのあごだしの鍋に。確かに。めっちゃマッチしてる。ここにユズを。天才だ、ケイト。うわ。落ちてんの？ユズの。うわ。カスが。落ちてる。なんか、そしてなんかちょっとみずみずしい汁も一緒に落ちてる。待って、香りがやばい。うわ、最高。どうも、ケイト、どうも。食べましょう。待って、しかもめっちゃ温度上がってきた、うん、あったかい、最高。冬キャンプの始まりみたいな感じかな、うん、この気温は。そうだね、うん、ちなみに今外が6度、6度、中が19度。中は19度、すごいね。うん、じゃあ冬キャンプの始まりとあごだしに乾杯。乾杯。多分凍る寸前だったんじゃない。やば、うますぎ。あ、よし、うめえ。いや、お座敷いいね。お座敷良くない？いいね、めっちゃなんか自分家みたい。うん、冬キャンプってなんかやっぱ家みたいだから好き、うん、好きかも。うん、アットホーム感がより出るかも、うん、うわ、柚子、柚子半端ない。ケント取ってやる、ケント取ってやる、うん、取ってやる。
見て、ミツカンの。すごい。白子。可愛い。ね。すごい。いいよ、ケイさん。それだけまだあれ、それぞれ取ればいいのになぜかいつも剣が取ってくれます。え、そう。そんなことないでしょ。汁も入れたいでしょ。汁はじゃあ。あ、ケイさん人参入れてなかった。締め楽しみ、すでに楽しみだね。今日のメインは締めと言っても過言ではない。結構スーパーで会議長かったね。会議した今日のご飯の会議、締めはどっちにするとか、なんかそうメインは、じゃあ行きます。うまそう。だってスープからおお。めっちゃうまい。だってユズめっちゃいい働きしてない？めちゃくちゃ合う。やばくない？あ、うめえ。うわ、うめえ。よくこれやろうと思ったね。天才じゃん。なんかユズがこっち見てたんだよ。スーパーで俺使った方がいいと思うけど、ね、お前ら買ったんでしょあれみたいな、うん、いや私いつもゆずとか目につかないのさ。買ったことないしっていうか、なんだろう、そうだよね、対して、うんうんうん、なのに急に今日話しかけられたの。降りてきたんだゆずの髪が、うん、めっちゃ合う。めちゃくちゃ合う。ゆずにはまりそうだ。やっぱこのさ、透明の塩系のスープに合うよね、うん、これはあれなのかな、白だしなのかな。うん、顎だしに塩入れてんのか、うん、前も言ったかもしれないけど、今2人で家で禁酒してまして、キャンプとか外食の時だけお酒を飲むって決めてて、で久々のビールなんだけど、めちゃくちゃうまい。次元違う。豆腐があればな。ああ、完成した。ああ。鍋で一番好きなの、塩味噌、醤油、白だしだったらどれ？キムチ。一般だよな。いや決めれない。もうその日の気分、その日の気分、その日の気分でしょ。なんか辛いもの食べたい日あるじゃん。うん、ある。なんか死ぬほど寒くなってきたらもうキムチが良くない？うん、そうそうそう、うん、ほんと北海道の1月とか、うん、県は？いや俺も決めれないな。でもやっぱり醤油とか味噌よりもこの白だしとか塩系をチョイスすることが多いよね、うんうん、でも締めを麺にするなら結構味噌とか醤油の方がドロッとした方がいいね、うん、なんか絡むんだよね。わかるわかる、うん、もつ鍋とかね、うんうんうん、もつ鍋もやんないと。忘れてた、もつ鍋もうまいじゃん。やろう。でもおでんもやんなきゃいけないんだよね。うん、なんか冬になるとめっちゃ食べたいもの増える。暑い、むしろ暑くなってきた。さっきさ、思ったよりも外寒くて、もうちょっと焚き火やりたかったんだよね。でなんならさ、あそこでやりたかったじゃん、鍋を。そうそうそう、できなくて、寒くて断念。断念した。今テントの中もめっちゃ暖かいから最高なんだけど、うん、センターハウスの方にすごい素敵な小屋があって、うん、そこ自由に使っていいんだよね、うんうん、そこで2人で二次会でもやるってさっき喋ってたんだけどさ。いいね。いいよね、うん、やろう。しかもなんか今日2組ぐらいしかいなくて、うん、なんか貸し切り状態だからめっちゃ静か。やっぱサーフィナーいいわ。いや今日なんか午前中仕事終わった後に来て、うん、だからちょっと遅めスタートだったんだ、ね、そう、着いたのがもう 3時半とかで、うん、あんまり紅葉とか映せなかったけどね。え、明日の朝映そう。うん、最高。っていうか今の時期のキャンプがやっぱ最高。うわ冷てぇ。いやー今週頑張ったわ。剣もめっちゃ頑張ったね今週。マジできつかった。この辺ってさ、結構温泉とか銭湯が多くて、で最近お風呂にハマってるから行きたいねって話をさっきしてて、うんうん、明日の朝ね、もし行けたら行こうかって、うん、まあまりになんか最近やっぱお風呂に入ってぐっすり寝るみたいな
のが見つけちゃったんだよ、ね、そうそうブームだから、うん、全然ノンアルビールでいいやっていう気分だったんだよね。さすがに鍋目の前にしたら飲んじゃったけどでもちょっとほんとそれぐらい今ね風呂にハマってて、次だね、次はちょっとお風呂までノンアルで過ごして、その後はもうお風呂行ってビール、うん、なんか冬キャンプってさ、うん、お風呂とキャンプの融合が最高じゃん、うん、味わえる。なんか真夏はさ、うん、まあ汗かくからシャワー浴びたいけどさ、うん、なんかお風呂入っても暑くてすぐ出るじゃん、うん、冬の良さじゃん、やっぱ。わかるわかるわかる。本日の締め、締めに使う秘密兵器、タイ。お刺身でもいけるやつです。なんかよく出てくるよね、俺だってタイ、ついこの間も出たね、やったよね。めっちゃうまかったな、あれも。いや、ハマってる、あれ系に。タイにハマってる。じゃあちょっと切り込み、ささっと入れますね。はい、おなじみのあれです。オケイの隠し包丁。そう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 、楽しそうだね言えよ言えよ、こういうことをしてる時が人生で一番楽しいかもって言おうとしたの今。はい、じゃあ締めですね。はい、ここからご飯炊くとか面倒じゃん、どう考えても、うん、っていうので正直に面倒なので、このスーパーに売ってるごま塩おにぎりを買ってきました。これなんかよく使うキャンプで、うんうん、割とスーパーにあるよね、うん、安いしね。これ2つで100円ぐらいじゃん。安い。これをちょっと残った汁に投入します。ちょっとできるだけアクを取った状態でお願いします。うわうわ、うまそう。すでに待って、いや、うまそう。うわ、うわ、待って待って待って、これまだ崩しませんから。ここに先ほどの秘密兵器、秘密兵器、こちらを投入します。うわえ、こんな締め見たことない、すげえ。で、ちょっとだけ締めます。蓋、ほんと一瞬で、これ生でもいけるからさ、うん、一瞬一瞬、うん、締めます。重要な作業、火加減の調整。3、5、6、7、8、はい、いいです。うわー、いいです、いいです、いい感じ、いい感じ、めちゃくちゃいいです、うん、で、一旦火を止めます。はい、検査お願いします。で、これを一度炙ります。うわ、めっちゃいい香り。いいです、天才だ。ちょっとまた、これ今バーナーするときは一回火止めてました。もう一回ちょっとだけつけますよ。はい、ちなみにね、このごまの塩むすび、塩味ついてるじゃん。はいはいはい、で、このあごだしの残ったスープもちゃんと味ついてるから、うん、タイにはあえてそんなにこう塩とかかけず、はいはい、で最後こうほぐして一緒に食べれば味濃いから、はい、そういう感じでお願いします。ここで一旦これほぐします。はい、いいですか、はい、このご飯もね。うわこんな感じ。ちょっとだけ形残しておきた方がいいと思います。こちらにネギです。そしてうわで、この上にさっき切っておいた三つ葉です。そしてですね、ここにこの柚子胡椒、これをスッと、こんな感じ。最後さっき削った柚子天才だわ、ケイト、うまそう。はい、これで完成です。名付けて、名付けて、オケイのタイのあごだし茶漬け、柚子の流れ星。やばい、やばい。で、これ過去一叩き出してるかもしんない。やばい。わあ、なんかお米もいい感じ。タイの焦げた時の匂い半端なくない？なんであんな美味しそうな香りするんだろうね。すごい。めちゃくちゃいい香りだ。いただいて。じゃあ。いただきます。いただいていいですか。はい。いただきます。うわあ、この匂い。めちゃくちゃうまい。うまい。めちゃくちゃうまい。これはもう殿堂入り。
めっちゃ美味しい。やばくない？うん、めちゃくちゃうま。味ちょうどよくない？ちょうどよ。しかもなんか米もさ、おにぎりを入れたからなのかベチャベチャしないんだよね、そんなに。うん、うんうん、あのおにぎりをもう余裕があれば、ね、であそこに今焚き火があれば、うん、おにぎりを一回炭でなんかちょっとだけ焼きおにぎりにして、いいね。でハケで甘じょっぱい味噌醤油みたいなのでこうそれを入れて、あーいいね。タイの炙りが入ってるだけでさ、こんなにも変わるんだね。やっぱ炙ったの俺は。もう全然香りが違う。あのこちらの動画見てくれてる人でもしキャンプギアの中にガスバーナーまだない人いたら、ガスバーナー買った方が絶対マジで、うん、マジで最優先で取り入れてほしい、うん、幸福度上がるよねあれで。なんか3年ぐらい前さ、ケンさ、うちらがキャンプ始めて初めてのなんかケンの誕生日にさ、うん、私のお母さんにさ、ケン誕生日プレゼント何欲しいって言われてさ、ガスバーナーが欲しいですって。そうだそうだ、言ってさ買ってもらったんだ。で私に LINE 来てさ、うん、お母さんからガスバーナー今見たら1600円なんだけどいいのかなって誕生日プレゼント30代の男性の誕生日プレゼントで1600円のガスバーナーでいいのかしらって言うから、いやめっちゃ嬉しかった。ガスバーナー初めてだったもんね、使うの。マイガスバーナー、うん、マジであったらいいよねあうまっ、めちゃくちゃうまい。あケン、あのあっちでさ団子食べる、うん、あいいね、うん食べよ。紅茶かコーヒー飲みたいね。うめえ、やばい、もう寝れる。待って、幸せ。しかもまだ8年なんだけど。しょ、二次会ねえ、ここ何回行っても素敵。あーなんかエモいよね。あーいいね。僕たちがアンバサダーに就任させてもらってます。冬キャン、去年ね、うん、冬キャンのアンバサダーですみたいな動画、1年前ぐらいにあげたけど、それね今年もやらせてもらうことになって、うん、なんか冬キャンを推進する賛同するキャンプ場に貼られてるみたいなね、このポスター、うんうんうん、サヒナもなんかなんか嬉しいね。なんか冬キャンといえばサヒナって感じだから、どこ行っても言ってるよね、やっぱ冬はサヒナだって俺らは、うん、このキャンプ場どこなんだろう、めっちゃよくない？本州？ここ湖だよ、で雪、え？なんか冬の湖って俺ら行ったことなくない？だって北海道全部閉まるからさ。そうだよね、そんなとこあんの。調べよう後でこれ。二次会デザート、デザートタイム、団子一斉のおでんにする、どこどこの人気のやつとかじゃなくて普通にスーパーに売ってたやつ、よくあるやつ、一斉のおでん、ごま？つくよ、歯に一番食べちゃいけないやつでしょ、けどごま、もう生粋のごま、生粋のごまごま好き、小学生からごま俺は醤油、生粋の醤油ここめっちゃいいな、うん、皆さんは何派ですか？ごま、醤油、こしあん、このスーパーのやつでの話だよ、ね、うん、そうそうそう、確かに確かに。で、この3本入りのやつで、うん、真っ先にどれを選ぶかっていう、うん、ですね、はい、うん、安定の美味しさ。昔さ、俺の母さんがさ、仕事帰りに夜ご飯までの1時間2時間パクパクっとこう食べれるもの買ってきてくれてたね。醤油団子だったね。え、これだけ入ってるやつ？醤油団子オンリーの。だからなんかこう懐かしい感じです。ごまオンリー、ごまオンリーのって売ってなくない？売ってないかもしれない。
私は、それ多分ケンの母ちゃんも醤油派だったってことでしょ。こういうのってなんか親の好みでしょ、受け継ぐじゃん、うんうん。私のお母さんはこれを買ってきて真っ先になんかごまの人みたいなのやってたんだよね。だからもうみんなごまが強いみたいなインプットされてて、なんとしてでもなんかごまを勝ち取るみたいな、うんうんうん、っていうなんかそこから来ちゃってんだと。私のお母さんがごまだったんだ。いや絶対母の影響だよね。ちょっと1個もらっていい？美味しい。ごまのいい風味。合うわ、コーヒーに。今の気温、外が3度、そんな寒いんだ。まだ10月、明日の朝何度までなんだろうな。やばいね。ちょっと待って、明日マイナス2度なんだけど。嘘、ほら、マイナス2って感じ。わ、へぇ、明日っていうかあれだよね、夜中ってことだよね。夜中、うん、こわ。マイナス2度です、10月中旬にして。やっぱさ、鍋食べてる時、グッと上がるじゃん、うんうん、湿度が上がって、うんうん、あの時部屋18 19度ぐらいあったよね。20度ぐらいあった、うん、今部屋13度。うん、すごいねやっぱね。まあ今寝袋入ったら全然大丈夫だけど、うん、今日から寝袋もあの冬用に入れ替えたんだよね。 1000g のやつね、うん、あとは電気毛布を寝袋の中に入れて、うん、って感じ、うん、まあ、大丈夫でしょ寝袋入ってれば、まあ、それは大丈夫だと思う。まあでもマイナスかちょっと想定してなかったかも。まだ行かないだろう。絶対行かないと思った、うん、ちょ触るしてごらん、ケン、手、手、うん、ほら、あったかいの、ケイト、ほら、なに、ほらって何ほらって何なのほらほらって何のほらそんなストーブの遠くにいるからさ、うん、これで冷えたら寝れないんだよ。そうだ、うん、こっちは1時間前からこの中でゴロゴロしてたんだ。準備万端だな、あんた寝る準備、うん、いや、寝ます。今日もちょっと喋りすぎたな、うん、明日さ、さっきも言ったけど時間あったら温泉行ってさ、うん、ね、それもちょっとキャンプの楽しみになってきたな。朝風呂ね。朝風呂最高じゃん。朝早く起きれたらいろいろやれることが増えるんで頑張って起きます。いやでもね、マイナス2度だったらちょっとごめんなさい、起きないかもしれない。厳しいか、うん、マイナス2度は絶対寝袋から出れないえ、ってことは幻想的な落ち葉とかがさ凍ってるかも。いや絶対そうじゃない、うん、起きた方がいいよ。だから起きた方がいいよ。ハロウィンシンマー撮ってきた。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。シンマー一人で仮装してかわいそうに明日あれしてやる？椅子とかに並べて写真撮影会してやる。ああ、紅葉とともに、うん、いいね。この帽子、この間のイベントで可愛い男の子にもらったんだよね。島にあげてくださいって。ね、可愛かったね。お母さんに、あんたあげたいものあんでしょとか言って言われてもそもそって島の帽子くれたんだよね。可愛い。おやすみなさい。おやすみなさい。これ消すよ。